勝つ気満々じゃないですか、中条理。ちょっとね、ケーブルの関係でね、はい、で、もうちょっとこっち来て。あ、じゃあごめんなさい。はい、おお、ああ、マイクの前行っちゃう。ケープ。あ、ありがとう。すいません。じゃあ行きますよ。はい。いや、これ。さあ、セットグリーンを。スタート。あ、また。スタート。え、お、結構シビアですね。慎重に。慎重に、いいですね、いいですね。ゆっくり行きましょう。あ、点滅して、ほぼ点滅状態。スタート。あ、いた。いた。よし。やめろ。やめろ。やめろ。動かすな。危ない危ない。え、これ。ちょっと待って。今難易度勝手に操作されてるこれ難易度が。いやなんか本家のイライラボもなんか動いてたじゃないですか、変なものが。お。あそれはね、いやそれでもあれ規則的に動いてるじゃないですか。おー、いける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 、よっしゃー。今勝負急いだね。俺が意地悪すると思ったんでしょ。絶対動かすと思ったから焦ったんでしょ。自滅したんだから、スッってクリアしようと思った。やっていい、中条でやってみや。あ、やっていいですか。じゃあじゃあ、この村井さん作りますか。あ、作りますか。いや、これでいいよ、これで。まずは時間かかっちゃうから、ステージ作るために時間かかっちゃうから。中条 D がゲームしてるとこなんてあんまりないですよ。カメラここにあるから。え、どっか。あ、そこなんだから、ケーブルをちょっと微妙にこうね、ありがとうございます。飛ばれながら、緑に合わせてその状態。おいスタートすらさせてもらえねえのかよ。お、石いた。わーだわだわ。そういうゲームじゃないです、はい、そういうゲームではないです。お互いのハロンサビ合いみたいな。さあ、ということで選びました。スタートでございます。お、お、早い早い早い。お、中条 D、この会長、あっ、ちょっと、皆さんが今、自信が余ってる、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 危ない、危ない、あー、うまい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 、近づけて、それ、卑怯じゃない、あ、そして、一気に駆け抜けると、はぁ、あ、あー、おかしいな、俺、通過したぞ、今、そうなんです、これは通過するだけではなく、青い点で、セット、ブルー、セット、ブルー、そんなもん、髪持ったやつにさじかけんじゃねえかよ。さっきもそうでしょ。いやいや、あれであんた自滅しただけだから、俺のせいじゃないよ。じゃあ、コスケもう一回頑張って、私ステージ作っとくから。お、次コスケやってくれ。いやー、昨日腕立てして300回して出たからな、俺大丈夫かな。お、マジで腕がプルプルするし。いや、腕立てして300回して、マジっすか。いや、別に何も言い訳はしないですよ。何も言い訳はしないですけど、これ以上の言い訳がないよ。言い訳はしないですけど、いや、寝る前に300回しただけです。あ、たまたま、たまたまっすよね。たまたまです。たまたま、でもまた、こんなゲームするって知らないですからね、僕はね。はい、すでに言い訳済みだいたいね、はい、私も筆頭にね、はい、アップバンクのメンバーっていうのはね、往生際の悪さだけで。何をおっしゃってるんですか。中条ちゃんと持ってたよ。それ小杉に練習させてあげてくださいよ。ちょっと練習しますよ。お、ちょっと、まあ、いいっすか。床に打った状態やったらいいんじゃない。こういう考え。なんで小杉だけなんかほったらかしみたいな感じでましたか。完全にこの扱いの違いですよ。なんかね、大人たちだけはキャッキャ動かしててね。もう小助はほら、あの、自分で一人で家でこう書いて、自分で書いたメールを自分で遊ぶみたいなのが似合ってるじゃない。似合ってるってどういうことっすか。まあでも、まあ、そうですね。あの、家では常に体育座りしてるんでしょ。いや、それはない。さあ、始まりましたね。ちょっと自分で難易度上げていこう。高くすることによって難易度を上げていく。危っ、ギリギリじゃないですか、これ。通れます、それ。いけます。すごい、いきなりの、なんですかね、このアナログ感ある畳がね、背景として映っている。やばい、上腕二頭筋が来た。やばい。プルプルしないで、プルプルしないで。そこ結構難所です。そこ結構難所です。これね、はい、あれですよ、喋りながらやると良くないですね。あ、体動いちゃいますからね。勝手に震えます。でも、髪動かしていい。頑張れ頑張れ、集中集中。お、ここ危ない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 、危ない、危ない、ここを、あーし、いやー、これね、一人で遊べる。お、一人で遊べる。確かに一人で遊べますよ、これは。これ難易度とかの調整も自分自身でできますから。これはね、はい、一人暮らしの方万歳ですね。二人でやっていいんですよ、全然。カップルとかでお互いに声を出し合ってとか。一人暮らしの方万歳のゲームです、これは。はい、はい、じゃあ素晴らしいゲームですね。はい、でも面白いでしょ、これ。あ、めっちゃ面白いです。はい、
村井さんが今あの特別ステージ作ってるんですけど、それ遊ばなくて、あれおかしくないですか、軽くあれはなかなかの。村井さん、それちゃんとゴールできる？できるできるできる。じゃあこれコスケチャレンジしようか。お、いや村井さん、じゃあ自分、まず自分が作ったダンジョンなんで、あのやっぱ、いやまあこれは逆に言うと、もう作った村井さんがじゃあ指名できるっていうシステムにしましょうか、はい、あ誰がやるか、ゾウさあ、ということでまずは一回マップの方を見せていただきましょうか。あら、かわいいゾウ、あーこれ面白い。で、この耳のここを、はい、上からでもいいし、下からでもいいから一周するの、一周してから行ってねっていうステージ。来た、マイルール。いいっすね、いいっすね、いいっすね。縛り縛り縛り、これやりましょう。無視したくなるなぁ。いやいや、あのね、ここら辺でなんとかこの本来この線描く必要ないんだけど、無理やり描いた。ゾウらしくなくなっちゃうんだけど。確かに、ちょっと、はい、僕最初、はい、やらせていただくんですけど。お、やろうぜやろうぜ。あのちょっとあの、何するんですか、アドベンチャーと言いますか、あのアドベンチャー、あのちょっとね、卑怯じゃないかどうかわかんないですけど、距離取れや、あのね近づきすぎると厳しい、難易度が下がるから。社長厳しいな。スタート出ないかな。緑の場所があるといいんですね。スタート出ないかな。これあ、バレたバレたバレた。スタート出ないです。出ねえよ、だ緑の、緑を行かないといけない。スタートは出ないです。村井さんに被ると速攻ゲームオーバーですね。あ、確かに村井さん赤だ。赤ですから、いきます。はい、ということでスタートしました。おっ、タラッタッまだ見せ場まで行ってないじゃん、それ。鼻頭で終わりました。え、鼻頭で終わりました。私さ、はい、配信の画面この角度だと見れないから、今何がどうなってんのか全然わかんねえぞ、これ。いや、自分も今当たったのかさえわかんなかった。村さん、下に置きますか。もう下に引いてしまって、そうしますか、はい、最初に中条 D が手で持つみたいな、足で振るみたいな作りそうになりましたから。いや、あの村井さん、一回やらこれやらせてください。お、やれ、クリアしろ。コスケのね、負けず嫌いが出てきましたよ。じゃあちゃんとノーコンクリアするんだ。早いよって笑われてんじゃん。いや、今僕ね、当たったかどうかさえ分からなかったです。ちょっと、判定、いや、絶対当たってないよ、今。いやいや、さあ、ほら、パオンしろ。今、多分村井さんに当たったレベル。村井さん、いきます。パオンしろ、パオン。お、応援してあげてください。確かにこれ画面見てると難易度高えな。ちょっと、おっと、後ろ動きがまさかの、ちょっと、あちょっと守ろうとしたら揺さぶられる。おー、中条 D 下手かよ。いや、これがあのこういうゲームの面白さじゃないですか。あ、またやってる。もうちょっと進んでくれよ。さあ、頑張ってください。じゃあそこ一周しなきゃいけないですからね。あ、これ厳しい。いや、僕ね、あれなんですよ、ここの、あの、この薄いとこあるじゃないですか、赤の、はい、これ、なんか、いけんじゃねみたいな。お、近道できんじゃねみたいな。さあ、さん、ちゃんと、さ、そこ通れ。あ、なに、この薄い壁は何、こ、そこを攻撃しようと。いや、絶対無理だろ。いや、わかんないですよ、自作ゲーム。ショートカット、ショートカット、ショートカット。あの、これ、フレームが多分ね、15フレームぐらいだから、サッといったら、あの、フレームの壁を超えるかもしれない。お、なるほど。嘘じゃ、光の壁を。みんな見てろよ、俺が壁を越えていく。いくぞ、ほらー。おおマジかよ、ふざけんなよ。嘘つけ。嘘つけ。俺そんなショートカットすんなよ。きたー。いやー、さすがコスケ、見せるよな。ありますね。ちょっとあのね、ただね、コードがケーブル邪魔、ケーブル邪魔、ケーブルが絵の上に乗ってて。いやいやいや、ケーブル気をつけてください。あちょっと待って。さあ、ということでございまして、さらにですね、先ほど村さん気になったものがあると思うんですけど。なんすか、なんすか、なんすか。こちら、あ、はい、これスイッチを押すのがあるじゃないですか。くそ、まあ、あ、後ろです。あ、ありますあります。はい、光りますよね。はい、赤く光るんですよ。点滅もする。はい、はい、つまりどういうことかというと、その光が紙に反射すると赤い線ができる。おー、はい、さらにですよ、こちらに実はそのなんかそれ小道具なんですけど、プロペラ、プロペラ、ちょっとあの固定しなきゃいけないということがあって、今下でちょっと固定してるんですけど、それごと持ってきていただくとよろしいですか。すみません、はい、これ気になってたね、何なんだこれ、はい、ちょっとテーブル的に、 あ、まだ行きません、まだ行きません、まだ行きません。そうです、ほう、そちらあるじゃないですか。なんだこれ。カメラさん、寄れますか。で、そこにスイッチ、あ、あります、あります、あります。これ押してみてください。
おっそ思ってた。